24時間ダラダラ配信、私フシダラチャンネルやっているフシダラと申します。さあ本日もララクロフトのパーク使っていこうかなと。もうね、悪魔女ドラキュラ来てるんですけれども、まあ残りの一つはこちらですね、スペシャリスト。こちらチェストを解除するかアサルトトークンを1つ得る、最大6つまで貯まる。発電機のスキルチェックでグレートを出すとトークンを全て消費する。そして消費したトークン1個につき発電機の必須チャージを4減らすと、まあいうことなんですけれども、これ普通に強い、普通に強くて、なんて言うんでしょう、じゃあこれを生かした構成やりましょうってなると、やっぱりまあチェストを開けるのが一番強いので、まあ査定とまあコソドロで、まあ最大値をちょっと狙ってみようかなと思って、本日はちょっとねカスタムでどれぐらい減らすことが可能なのかっていうのをちょっとやってみようかなと。でまあ一応コインでチェスト増やしてるんですけれども、本日は単純にこうスペシャリストガン積みして発電機のラインがどの辺まで減らせるのかっていうのをちょっとねカスタムで一人で検証しようかなと思っております。はい、ということで、スイッチ版でレイス君に、まあ一応ため込み屋でこちらまたさらにチェスト増やして、人間の欲というのが、これまあスペシャリスト界なんでやんなかったのかっていうと、この人間の欲が来てからねちょっと取ろうかなと思っていたんで、この人間の欲というのはチェストのオーラと、チェストの周りにいると、生存者のオーラが3秒見えるっていうパークなんですけど、このパークっていうのはチェストを閉めることが可能なので、だこの人間の欲を持っているキラーに当たってチェストを何回も閉めてもらったらスペシャリストが何回も使えるのかという、だそういうちょっと検証で、でこれ破滅入れてるのはなかなかスキルチェックが来ない場合に戻すために破滅入れております。さあどれぐらいスペシャリストで減らせるのか、まあ地下で儀式を行う雨を張る雲でも減らすことができるんですけど、まあスペシャリストと人間の欲を使えばめちゃくちゃ減るんじゃねえかというまあ早速ちょっと検証してみようかなと。今日はちょっと検証会ですね。さあこれオゾチョウのここにね発電機ありますね。さあこれ人間の欲があるのでちょっとまずここを開けて、これちょうど下も地下っぽいですね。地下もさあこれでまず2貯めて、トークンが6まで貯まったかな。ちょっと6まで一旦貯めてみましょうか。さあこれチェスト閉めたチェストを開けてスペシャリストが貯まるのかどうかっていうのもあるんですけどね。さあ3、ちょっとマップ出たのちょうどいいですね。あ、マップ2連ちゃん、これで今4、一旦この状況で閉めてみましょう、閉めてもらいましょうかレイス君に。さあレイスでちょっとレイスに切り替えますね。さあ人間の欲によってこれが閉めれるチェストを閉じられました、ありますね。うん、閉じたよ。これで開けたらたまるのかっていうのもありますよね。さあレイス君に閉めてもらったのを開けてみましょうか。これでたまったら相当、たまる、なんと。ということはということはこれをもう一回レイスが閉めることによってクールタイムが30秒ぐらいだったと思うんで閉じれますね。おうおうおうこうすることによって
これ開けて、これがまあ最大値の6ね。さあ6まで溜まる。さあこれでですよ、よし。さあま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 あ下がりましたね。さあここからどれだけ下げることが可能なのか、ちょっと他のチェスト開けに行きましょうか。さあ再び6まで貯めてきたんですが、だ6の4分下がるから24ですよね。だここをぶち込めれば48減ることになるんですが、あーダメーダメー。あ、オッケーオッケー、下がってるね。オッケー、いや48半分ね。いやこれでもさ、ちょっと回さなきゃいけないから限界まで減らせないだろうな。ちょっと回してちょっと回してスキルチェックが来るのを待たなきゃいけないから、それがむずいよな。さあむずい、こうかシュールですねこれよし攻めたぞ。いや減ってますね。これでさ48でしょ。あーだから100なのかな最大が。90、さあ隙手が来ない。ついちゃうついちゃう、あーもうこれミスってちゃダメなのよ。いやね、これだってでもある程度回して、サッカーめっちゃ減った。これでだから72ってことかな。そうだね、だから次の6で96まで持っていけるっていう感じ。ただスキルチェックが来なかったらこんな減らせないよね。で 24×4 の96なんですが、これねちょ回し始めてすぐスキルチェックが来ないと通電しちゃうって感じだね。そうだね、もうこれぐらい回っちゃうと多分通電しちゃう気がするないやむずっ。そうか、だからこれ98とかは99はほぼほぼ無理って感じだね。いやここなんとか決めたい。いやついちゃうよな。いやついちゃうよね。ああそうだね、くそー。まあそうか、なるほどなるほど。さあちょっとね最大値を目指そうと思いましてね、網を張る雲と、さあ悲惨な運命キラーに乗せてきました。悲惨な運命は発電機が1台つくとオブセッションの発電機を回す速度が、あ33% 減少するというので、あオッケー。さあこれで今6トークン ×4 なんで24減少できたっていう感じですね。で網を張る雲と、網を張る雲と真新しいパーツっていうのは10減らすことができるので、それでですね、まあ最大だから98、まあ本当はスペシャリストのパークレベルが2だと3なんで、
それだともしかすると、あ、でもそれでもいけないのかな。一応99が理論上最高値なのかなと思ったんですが、ちょっとねパークレベルは3なんで、今回はなんとか98を目指そうと。なんで今24減少ね。だ最終的にアミオハルクモで10減らすと考えて、88をなんとか減らしたい。いやなかなか8がな。このあと20-20がきついな。OK、 これで48。これで今トークン4つにしたの16なので64で、次24ぶち込んで88予定です。いけるかな。次24ぶち込んで88なんだけど、88ってもうほぼ回ってるもんな。10の感覚を、だからそのほぼ10ぐらいで交代させてみたいなことを やらなきゃいけないね。何をしているんだ。で今24ぶち込みたいんですが、修理の週ぐらいで考えなきゃダメだね多分ね。むずっ。もうきついか、もうきついな多分。これはきついぞ。いけるか。よっ、決めた。よし、これでかい。これで今88になっている想定です。これで現在88で、ここからはもうスキルチェックが厳しいので、ここで網を張る雲を入れればなんと98、理論上最高値98がいけるんでしょうか。ここの地下に。さあここで何をしてるんだ。 OK、 これでこれはね10なんですね。この網を張る雲は10下がるんで、マータルチパツも10だね。なので今88に調整したので、いやこれで理論値が出せるはず。さあ来ますよ。ジャキーンってなんないのよ、お願いだから。ここまで調整したんだから。さあ呼び出し完了。さあお待たせいたしました。これによりここの発電機が98下がった状態。すげえ、もう見るなよ、すげえ。これ最高でしょ。99は多分ね出せない。一応そのスペシャリストのパークレベル2だと3なのかな、ワントークで3進めるんだけど、3だと質、あでもまあ99いけなかないのか。でもまあこれが最大でしょう。さあ皆さん回しますよ。
もうちょんずわりで回るじゃない。いきますよ。えいや、すげえ。ちょんざわりで回ったやん。これが最高値でございました。ずっと頑張ってやりましたやん。はい、ということでスペシャリストのね、チェストを解除するとたまるトークンでのチャージベラシプラス、アミオハル雲で一応多分理論上最高だよね。90。まあでもパークレベルがね、これあの必須チャージ、これパークレベル3だから4なんですけど、パークレベルが2だと一応3減らすことができるので、だからそれでやれば、まあでも3、そうか、3トークンずつやっていけば99も出せるかもしれませんが、まあ一応ね98チャージベラシができたので、まあ良かったんじゃないでしょうか。まあカスタムですけどね。ということで、まあ通常マッチで使うならやはりコソドロ査定かなと。でこれね、査定とかに引っ張られてゴミ漁りとか残像の権限とかが、あの開けたチェストから引くことがねできなくなったりするんで、もうこれはもう査定一本でいいかなっていうイメージですね。で、まあこれ、アイテムを引くという意味で、まあ耐久設計か、まあ新パークのあのね、レアリティが上がる、換気もあるんですが、まあこれはね、板を当てることが必須なんで、まあそう考えると単純にコソドレでレアリティ高いのを耐久設計で回復するが一番いいかなと。で、まあこのスペシャリストがきついのが人間の欲なんですけど、人間の欲が来る場合ってやっぱ探知系を固めてくることが多くて、だから人間の欲溜め込みや同調フランクリンっていうのを、まあ僕もよくやってるんですけど、その構成がね割と、まあ環境にそこまでいないかもしれないけど強いと思うんで、そのフランクリンのイメージで、まあ、アイテムを使わせないフランクリンを持ってこられた時のイメージで耐久設計をここの最後の枠に入れるっていうのがいいかなっていうふうには考えてますね。なので通常マッチだったらこの構成がいいかなと思っております。ということでご視聴ありがとうございました。こういったパークアルティマニア、各キャラクターのこういうパーク解説やっておりますので、ぜひとも他の動画でもダラダラしていってね。ということでありがとうございました。漫画原作ゲーム、映画小説原作ゲーム、不定期生配信ではデッドバイデイライトを中心に様々なゲームをしていますので、他の動画でもダラダラしていてね。登録力おそらく8万5000まで上がるはずだ。バカな、まさか、まだ上昇している。